チゴル、まあ、今日はあの高橋プロと一緒にラウンドする予定で、ラウンド前にちょっとお願いします。クラブセッティングの方を、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、まずドライバーからいきましょうか。うん、そうですね。ドライバーはね、はい、このゼクシオ X という、なんていうんですかね、ゼクシオって今2種類あるんですけど、はい、そのちょっとアスリート向けの方のゼクシオ X を使ってます。はい、でまあゼクシオってね、このクラブはまあ結構球が上がりやすい設計に初めからなってるんで、まあちょっと僕らプロが使うときはロフトをねちょっと縦めに立てて、ええ、まあ、僕のなんかこれもジャスト、9度切るぐらい、 8.7、8度ぐらいに、合わせて調整してですね、調整して、でシャフトもちょっと右から刺して、あ、そういう調整方法してですね、調整してロフトを立てて使ってます。はい、まあシャフトはね藤倉さんのこのスピーダーのエボリューション5かな、はい、661X、シャフトはねいろんなものをね試してやってるんですけど、今はねちょっとこれで落ち着いてる、まあちょっともう古いというか、うん、まあまあ前のモデルなんですけど、まあ、これが、まあ、自分の中では好きで、これも長年愛用してます。タイミング取りやすいんですね。ね、やっぱりシャフトってやっぱりそれぞれのスイングでね、はい、あのタイミングが合う合わないっていうシャフトでやっぱりあるじゃないですか。ありますね。まあ、僕はまあ比較的このやっぱりが合う、まあ、これからいろんなベンタスの赤とかも使ったりしてるんですけど、まあその今はベンタスの赤かこのスピーダーエボリューション5か、はい、うん、をまあ使ったり、まあ交互に使ってます。ちなみに何インチですか？これは45インチです。あ、45インチなんですね。45インチ、大体45インチぐらいにいつもしてる感じですか？そうですね、もう大体長さは45インチ、もう何年も長さは変わってないかな。どのモデルも大体45ぐらい、うん、でバランスは大体 D3 ぐらい。あ、うん、いいですね。今は結構ね、軽いバランスで使うね選手も ね、若い選手結構多いんだけど、はい、軽いドライバーっていうのはね意外とね力のない人が触れそうな気がするじゃない。そうですね。違うよね。違いますね。ね、軽いので飛ばすっていうのは本当にヘッドスピードがないと飛ばせないんで、まあ、僕ら特にベテランというか長くやってるゴルファーっていうのはもともとクラブの重さでこうスイングを覚えてきたタイプだから、うん、そうですね、なかなかこう軽いバランスっていうのはね、うん、難しいな。難しいですね。大体だから D3 ぐらいにやっぱりなっちゃうかな、はい、ある程度切り返しでシャフトがしなってくれないと、そう、ね、しなりを感じられないと、そう、ちょっと難しいです ね。これがバランスがね D0 とかなると本当に X で D0 とか C バランスになっちゃうと、うん、シャフトがすごく硬く感じちゃう。硬く感じますよね、うん、しないがなくなっちゃうんで、はい、うん、まあ、まあタイミングも取りづらくなるし、はい、うん、なんでまあ大体 D3 ぐらいになってますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はあのスプーンを、まあ、フェアウェイウッドはね今あのキャロウェイさんのこのエピックスピード3プラスシャフトは、まあ、同じエボリューション5なんですけど、これはちょっと重量は重めの757を入れてます。あ、結構重たいシャフトですよね。ね、あのドライバーとフェアウェイウッドって同じシャフトを入れる人が、うん、まあ今多いんですけど、まあ、昔の主流っていうのは大体ドライバーに比べてちょっと 10g ぐらい重たいのフェアウェイね、大体入れてましたよね。みんな入れてたんで、まあその流れでずっと今でもフェアウェイと重たいの入れるんですけどね。はい、でまあこれ3プラス、13.5 度なんですけど、まあこれ14度ぐらいリアルで測ると、はい、うん、それなぜかというと、もともとねちょっとねスピンが多いんですよ。高橋先輩はあれですもんね、球高いですもんね。そう、バックスピンが多いんで、はい、どうしてもちょっとあのロフトを立ったものを、はい、好んで使ってます。はい、はい、ありがとうございます。でクリップはマーヴェリック、ま、そう、ファイブウッドはねマーヴェリック、あ、うん、を使ってます。シャフトは757なんですね。757、これねもうちょっと 18.5 度ぐらいあるんですけど、はい、ファイブウッドはまあ僕はもともとそんなに距離が出る方じゃないんで、はい、こういうファイブウッドもねあんまりストロング、はい、立ったロフトで飛びすぎちゃうと、はい、
その下のバランスが悪くなるんで、あ合わなくなっちゃいますね。うん、ゴマウッドもあんまりこうなんていうんですか、球が強くならない。ああ、うん、ちゃんとグリーン止まるような、ね。うん、それぐらいの、クラブがいいんで、まああんまりこう球が強くならないのを大体選びますね。はい、クリークって難しいですよね。うん、ファイブウッドね、飛ばしたいのか飛ばしたくないのかってあるじゃないですか。ファイブウッド今のね若い子はドライバー入れて、うん、このちょっと3と5の間ぐらいを1本入れて、はい、ウェッジを増やす選手とか結構ね、多いんですけど、まあ僕はまあファイブウッド入れて、はい、こういう感じです。はい。はい、じゃあ次ちょっとアイアン行ってみましょうか。はい、高橋先輩といえばアイアンの名手、いやいやいや、アイアンの名手ではないこだわりみたいなのちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まあユーティリティ、はい、3と4はこのフリクソンの ZX の3と4を入れてます。ユーティリティってさ、はい、このアイアン型と普通の、はい、なんていうんですか、こうあのかまぼこタイプというかタイプか、うん、どっちかに分かりますよね。分かりますね。で僕は、まあ、石田君が今言ったようにもともとアイアンが好きな、はい、方なんで、はい、このアイアン型がねやっぱどうしてもイメージが出やすい。あ、うん、なのでかまぼこ型あの大きいやつ、はい、のやつは実は一回も使ったことないです。まだ確かに一度も見たことないですね。うん、まあ、だからもうずっとこのアイアン型のユーティリティを使ってます。はい、これは中空ですか？中空ですね。あ、中空いいですよね。球上がるし、うん、距離感も合いやすいし、うん、そう。でもこの中空でもね、だからなるべく、はい、こう球が上がりやすい、はい、うん、やつ、スピンが少なくならないように、こういうのもしっかりスピンが入ってほしいタイプなんで、あ、うん、もう飛び過ぎないように作ってるってことですね。これはね、10年ぶりぐらいに買いました。確かにそうですね。うん、この前はね10年ぐらいね同じモデルをねずっと使い続けたんですけど、それよりね上回る UTT に、うん、巡り合えなくて、やっと巡り合いました。巡り合ったんですね。最高です。これそれがセレクションの、うん、シャフトはこれはアッタスの MV95X、ね、ね、うん、この本当にアイアン型の UTT のシャフトにカーボンのチョイス難しいですよね。難しいですね。これシャフト選びって結構難しいんですよね、ユーティリティの。でこれもね前使ってたモデルと同じシャフトなんですけど、はい、まあ、でそれちょっとカラーリングが変わってね、なんですけど中身は一緒なんですよ。あ、じゃあ一緒なんですね。そう、もう10年以上使ってます、うん、アイアンこのユーティリティってシャフト本当に選びすごく大事で、大事ですよね、うん、もうシャフト1個で全然違うクラブになっちゃうんで、はい、なかなか巡り合えないですよね。そうですね。ありがとうございます。じゃあ次は7番アイアンから紹介してもらっていいですか。アイアン。はい。このテッド715。あれですよね。最新モデルじゃないですね。まあちょっと、はい、うん、785なんでこれ2018年モデルなんですけど。はい。まあ、アイアン僕はまあアイアンにすごくこだわりがあるというか、はい、基本ドロー打ちなんですよね。全部ドローなんで、アイアンは特にもうドロー一辺倒なんで大体、はい、その一番大事なのは、はい、まずドロー打ちなんで、はい、左を向いてないヘッド、あ、ね、あの左を向いてるヘッドっていうのはドローは打てない、はい、うん、やっぱ基本ちょっと右を向いとかないと。はい、だからフェーダーっていうのはちょっと左向きのクラブとか選ぶよね。そうですね。ドローヒッターっていうのはやっぱり絶対あの左を向いた瞬間にこのクラブこうちょっと左向いたクラブでドローは打てない。打てないですね、うん、ちょっと開いたのをやっぱりちょっと軽くインサイドアウト気味に打ちながらドローを打ちたいんで、うん、絶対にやっぱり左を向いてるのは NG、はい、だからやっぱ構えた時の面が左を向いてないっていうのが第一条件。はい、うん、あとやっぱりドローボールヒッターなんで、はい、今結構ねストレートネックのアイアンって流行ってるんだけど、僕のねちょっとねちょっとだけグースが入ってるんです。あ、グースが入ってますね。うん、ちょっとグースが入ってるんですよ。このグースが入ってるっていう意味は、はい、ドローボールヒッターなんで、はい、なるべく球持ちを良くしたい。
ちょっとくっついてる時間を長くしたいってことですね。そうそう、球を早く長く持ちたいんで、早く離したくない。だからストレートネックだと球が早く離れちゃう。わかりますわかります。ちょっと懐のあるやつで、はい、ちょっと球をこう押していくような感じ。そう、持ってる時間を長くしたい。はい、フェードボールの方がやっぱちょっと球を離すのが早いんだよね。あ、ドローボールってちょっと球を持ってる時間が、はい、まあ、球を持ってる持ってないって言い方するとちょっと特殊で難しい表現なんだけど、はい、まあ、ドローボールの方がちょっとなんていうのかね、こうグッと最後まで押してる。そうですね、まあ、フェードボールはパンと離しちゃってる、はい、なんで、まあ、ちょっとこの若干懐がある、ちょっと偶数があるというアイアン、なおかつ絶対左を向いてない。あ、まあ、うん、これはどうしても譲れないというか、はい、うん、偶数が結構あるのに左向いてないって結構あれですよね、難しい、なかなかない、まあ、なかなか今ないよね。ないですよね。ちょっと言うとやっぱり昔のクラブだよね。そうですよね、うん、それなんで、あとあのヘッドの大きさも、はい、あまり大きすぎない、はい、あまり大きいのはね、やっぱりこれはこれでまたね、はい、大きいとちょっとやっぱり打感が悪くなる。あ、そうですね、うん、打感が悪くなるんで、はい、やっぱりそのちょっと今結構大きい目のヘッドも多いんだけど、はい、まあ、だからまあちょっとやっぱり大きすぎず左向かず、はい、多少グースがあってちょっとグースがあって捕まる感じがあって、うん、でちょっとまあいろいろこうこだわりが多いんで、はい、一回気に入ったアイアンは、はい、なかなか変えれないタイプですね。アイアンとか気に入ったやつ10年ぐらい使ってる選手結構いますよね、同じアイアンとか。いろいろね、はい、いますね。で、まあ、だから僕はアイアンで選ぶときは、僕ね、あのゴルフをね始めたときに、はい、一番初めに父親に、はい、7番アイアンを1本もらって、7番アイアンで練習したんですよ。あ、ずっとですか。ずっと。だから僕のゴルフの基本が7番アイアンなんですよ、はい、今でも、はい、今でも一番じゃあ練習場で打つのは何番やんかって、やっぱ7番やん。だからやっぱり新しいクラブこうやって来るじゃない、メーカーから新しいクラブが届きましたって、はい、パッと初め見るの7番やんだよね、はい、7番やん、あ、7番やんの顔がどうかなっていうふうに。でも7番やんが良かったらもう、まあ、ある程度、うん、まあ、だから7番やんを基準に今度は6とか5を見ていく、はい、で8を見る、で7と8のつながり、そう、7と8、あ、これ7から8がうまくつながるかなっていう、うん、もう7かいきなりね8がねすごいショートアイアンっぽく見えると、それはそれでちょっと使いづらく、うん、だその7と8のつながり、そこ大事ですね。 7と6のつながりって結構大事、自分が7番アイアンにこだわってるんで、はい、そのつながりっていうのはすごく大事かなと、大事にしてる自分が、うん、だからこの785はね本当にすごく気に入ってて、はいはい、ソールの当たり方も全部、そう、はい、ソールの当たり方は大事ですよね。大事ですよね、アイアンはもう本当大事ですよね、うん、シャフトはモーダスの、モーダスの 125S ですね。 S ですね、 S、 これやっぱあれですか、結構ずっと使われてる感じのね。もうこれに変えて結構経ちますね、うん、まあ、その前はねKBS とか使ってたんですけど。ああ、そうですよね、うん、結構固めのシャフトを高先輩好んでる。そう、あの、でもねモダスはね、はい、全体的にこういう X だと硬すぎるぐらいなんで、はい、ちょうど S でいいんですけど、はい、うん、やっぱりこうなんていうかな、自分のアイアンの打ち方に、はい、うん、このタイミングが合う。あ、まあまあまあ、だからアイアン、まあ、クラブって全部そうなんだけど、シャフトってタイミングを取るものじゃない。そうですね、だから そこがすごく大事なんで、はい、まあ、打ってて自分の思ったところに球が出るかどうか、はい、うん、ドローでもちょっと右目に出てドローするとか、はい、もういきなり捕まって左に出るとか、うん、ね、やっぱそういうシャフトを一つでやるんで、はい、そのボールの出方、自分のイメージしたところにボールが出るかどうかっていうのはすごく大事なんで、そこで、まあ、シャフトもいろいろ試行錯誤をしながら、はい、結局今これに続いてます、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ次ちょっとウェッジを。ウェッジですね。ウェッジはね、はい、もうこのプロトコンセプト、ね。コンセプト。まあこれね、まあ宮城さんっていう職人さんが作ってるウェッジなんですけど、うん、まあ実は
この宮城さんのウェッジを僕はねもうね20年ぐらい使ってます。ウェッジだけはもう本当に全信頼を宮城さんに置いて、でもう宮城さんこういう感じなんだけどって言って、じゃあ分かった、じゃあこういうので行こうっていうふうに、これはもう全て任せてます。はっきり言ってあんまり僕がこうしてこれこうしてっていう要求はあんまりしないです。で宮城さんにも全部任せて、まあ、あの作ってもらっているっていうフェッチですね。じゃあその時の調子とかいろいろ言って、そうだから宮城さん今こういう状態、アプローチがちょっと調子悪いんだよねっていう、こうやって刺さっちゃうんだよなとかすると、じゃあこうしようかこうしようかって言って、まあ、宮城さんがそこをいろいろ考えて、微調整してやってくれてるウェッチなんで、これだけはまあ言いなりです。いやでも当たり方とか打感とかもやっぱり高橋先輩の好みにもう仕上がってるってことですね。まあまあそうですね、もうあんまりこっち細かいことを言葉で伝えなくても分かってくれてるんで、うん、はい、まあ、それも全部任せてます、ね、はい、もうノーメッキ、ずっとノーメッキですよね。ね、ずっとノーメッキだね。別にメッキあってもいいんだけど、はい、あんまりそのもともとアプローチがめちゃくちゃ得意な方じゃないから、別にすごいスピンを入れたいとか、はい、もうそんなのもないんで、はい、だから僕は あのウェッジはね、まあこだわりって言わないけど、はい、新品のウェッジを使わないです、はい、試合で。ああ1回鳴らします、何ラウンドか。でウェッジってね、やっぱプロのウェッジノーメッキで、ちょっとね使いたてってね、はい、ボールがねすごい低く出るんですよね。あ、くっつきすぎちゃうんですね。そう、くっついて、はい、スピンが、なんでちょっと溝が自分の中で落ち着くまでに、練習ラウンドとかで鳴らして、はい、で数ラウンド使った後に試合で使うという、だから今週新品のエッジなんだよねって試合で持っていくことはないです。あ、はい、鳴らします。ちょっと鳴らして、鳴らして使います。よくあのバンカーの砂でこうやってやってるプロとかいますよね、わざとこう。ああそうね、ちょっとねこなれさせるために、うん、まあそういうことを、はい、まあこだわりとはそれぐらいですね。はい、ありがとうございます。最後にちょっとパターを。パターはまあ最近もうずっとオデッセイの、オデッセイ、うん、まあセンターネックの、センターネックでね、あ、何タイプか持ってるんですけど、それを自分の中で使い回してる感じかな、はい。やっぱセンターが、いやもうね、僕ね昔ねセンターネックだけはね絶対一生使わないって思ってたぐらいセンターネックがに抵抗があった、はい、でもなんでセンターネックになったかというと、はい、アドレスを悩むなくなった。へー、ポンと構えた時に、はい、でも昔だとねこうピン型だとね、ちょっと右向いてる左向いてるとか、ボールの位置とかいうのをねすごい考えたんだけど、はい、このセンターネックにしてね、ポンとね、もうこのセンターにシャフトがあるじゃない、はい、ここにボールをポンと置けば、あ、これで OK っていうのがね、なぜか、あ、向きに迷いがなくなったんですね。向きに迷いがなくなった。それでまあセンターネック、まあ非番はほぼこれしか使わないかな、まあ、たまにピンガオッタを打ってみたくて打つんですけど、はい、試合になるとやっぱりこれ持っていっちゃう。あ、そうするとね、やっぱりショートパッドに、いや、もちろんショートパッド外したりすることもあるんだけど、はい、もう構えに本当に悩まなくなった。構えに悩まなくなるって大事ですよね。そう、ピンがだとこう構えててね、あ、ちょっと右向いてる、あ、ちょっとこう掴まなそうとかね、ちょっとあるんだけど、はい、センターだとポンとこうもう構えやすいんで、はい、まあ結局試合になるとこれ持ってきます。はい、まあ、このグリーンによってね、ちょっとスピードによってタイプが使い分けるんですけど、はい、まあこれが今でもエースかな。打感とかももう自分好みで、はい、うん、でまあグリップはね、このスーパーストロークとかあるじゃないですか。あ、太いやつですね。ね、まあ、僕はね基本的に細いのが好きなんです。細い方が好きなんですね。それなぜかというと、はい、グリップした時に、はい、絶対こう指にかかってないとねダメな人。ああ、ちょっとこの左の手のこの3本を、そう、いや両方、もう両方ですね、こうやってね、右手と、うん、ここにねグリップがかかってないとね距離感が出しづらい。こうやって太いグリップでこうやって握るじゃないですか。そうそう、
ここ逃げれないですね、うん、こうやって逃げるじゃないですか、手のひらで、はい、逃げるんで、こうするとどうしても距離感が出しづらい。だからやっぱりそのちょっと指の感覚、かかってる感覚で、はい、自分の中で距離感を出してるんですね。だからその指にかからないグリップっていうのは、あんまりあのイメージ出ないんで使わないです。だからアイアンとかもね、このグリップって細いんだよね。あ、そうですね。うん、だからそれはアイアンとかも全部ここにかかるようにしてるんです、ね、そう指に。基本的にここかかってないと。はい、うん、指にかかってないと、なんていうか、握れない。うん、でグリップもやっぱり今太いグリップの人いるよね。結構いますよ ね、 なんかね、ミッドサイズの、ね、すごいですよね、あれ、うん、あれはやっぱりそのグリップのタイプにもよると思うんで、ってことですね。ありがとうございました。高橋プロのクラブセッティングでした。ありがとうございます。